はい、どうもピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、僕のコースにですねコメントがあった方から適当に漁っていったらですね、名前が一緒の人がいたんですよ。ほら、トロールユータって書いてるでしょう私本名ユータって言うんですけどね。そしてトロールもねたくさんやってますから、このトロールユータって方気になってちょっと探してったらさ、いやこのコースよ、条件500秒、敵なし、画面外空の襲撃なしって書いてるんですけど、マジで意味わかんないよね。多分ね、隠しブロックはあると思うんだよね。条件500秒っていうのがわかんなくて、500秒ね時間は上げれますよっていうことだと思うんですよ待って、最速クリア1秒だったからね、1秒でいけるはず。こんな感じこれマジむずいよ。なにこれ、右にダッシュして、はい、やったいやこれは新しい、斬新すぎ。はい、それじゃあ次のねトロールコースはこのコース、 B ホールドザフィッシュスプラッシュなんとかで、Now I can finally take over the troll stage。 もうめんどくせえ英語読むの。でもね、多分わかる、これ結構さ簡単な英語だよね。ちょっと訳していい？私はできる最後トロールステージエリア Now。 あ、わかった、これ私は騙す場所を与えることができる今みたいな感じじゃないの。待って下行ってしまった。それじゃあ早速やっていこう。このコースクリア率は 1.41% で、詳しく見るを見てみたらね結構楽しそうな感じだったんですよ。まあ、詳しく見るを見てみてもね、身体級とかあるかどうかは分かんないんですけどね。これはジャンプうわ綺麗、あんな綺麗に引っかかる自分でそれじゃあここは何もしないでよかったね。で、このまま、いやー面白いじゃねえか。じゃあここはジャンプ、オッケー。いやもう引っかかんねえよ、大丈夫、早く行こう。ここ早く行かなまずい気がする。うわどうしよう、右上か左下、これもう2択なんで右上行こうか。いや多分ねここあれよ、あれ出てくるよ、鉄球が。うわ出てこないの、でも行きます。いやお前かよ、今避難警報が出たやばくないそんなことよりゲームするんだ俺はじゃあここは左下行こう、こっちで合ってる、そしてジャンプ、またお前か左下行って何もしない、ジャンプも何もしない、てるるてー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 、いや合ってた、絶対合ってたよねこれ早とちったね。なんでここ左下行って何もしない、そしてこのまま右ダッシュしよう、右ダッシュしたら多分大丈夫。よしよしよし、そういえばなんか最近さ、なんかピオキングさんは直感的にね話してる気がするってね言われたんですよね、コメントで。まあ実際そうなんですけど、ここは右下行こっかな、違う右上か、この右上のボムヘッド叩いて何もしない、ここが、いや大丈夫大丈夫、で右上壊れるでしょそのブロック、なにじゃあここは左行こう、ボムヘッド叩いて左に追っとこう、そしてどうしよう、いやジャンプ、いや合ってたんでしょ、ほら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 合ってる、で右、早くあいつが来る前、よしよしじゃあここで一旦ね右に行って何もないんで、多分なんか出てくる、ここねハテナブロック叩いたら絶対なんか出てくる、あれ、あほらほらほら、これで合ってるでしょ、で左に逃げる、いやどっち、右に行ってみる一回、左は何、ここ、左は多分何もないね、なんで右に行こっか、ジャンプ、でここで多分ね隠しブロックあるよ、ほーら分かってない、あ、いやなんか違う、ほらなんか違うね、さっきと、ここで左上怪しくない、下じゃないできっと左上、こっち、いや違うのか、え、うわ分かんねえ、さっきと違うパターン、これうわなんかさっきと違うパターン来そうね、ここ行ったらなんかさっきと違うパターンでしょ、ほら出すよ、出しますよ私、いいんですか、いやまだ出しません、ためよ、ためにためて、さっきと違うヤンカーの力をつけよためにためてさ、どうする、何もなかったら、いやじゃあここはすぐ左に逃げる、そう、そして土管に入れない、ドッスンを左に移動させておいて、いや右下が開くパターンね、で
このドア入っていいのかな。このドア入りますね。うわ、 USA キノコが左と右にあるんだけど、どっち行く。いや上行けんもんね。なんで右しか行けません。で、あの50コインはきっと取っていいような気がする。その前に一旦オンするね。いや大丈夫大丈夫大丈夫、まだ生きるよ。やったこれ正解なんじゃないの。ほらずるいずるい、何今のずるくない。出た、え、何これ、新耐久ですか。え、どういう感じここ。あ、これ右に行けばいい感じか。今日の新耐久簡単だね。いやちょっと待って、そんなことだろうとは思ったけど、え、何ここ、また変わるんでしょ。ほら見て何ですかここ何ここねえ、どうやってやられればいいの。あ、分かった、これ左と右何回かやったら多分ね、もうオンオフが切り替わらないパターンだと思うんですよね。ほらほら、いやちょっとおかしいやろ、それおかしいやろ、何ここ、どうやってやられんの。魚今日のコースはすごい、罠の数が多いし引っ掛け方が上手すぎるよねこのコース。ここで下おしっぱしてたら土管に入るとか今までなかったやんか。じゃあここはキノコ取るところまではね絶対いいと思うんだよね。で、そして一旦爆発させておいていいんじゃないのここ、違うのかな。で、こっから、あ、スターが出てくるパターンね。そしてチビになる感じかな。あ、チビになろっか。チビになって右に行こう。急いで行こう、ここもう急いで行きますね。右下なんかいるね、ここなんかちょっとね、みんなはね見えにくいかもしれないんですけど、僕ねちょっと見えるんですよ普通の画面でやってたら。さて、これは普通に行ったらいけないと思います。上にイージーって書いてるけど信じます。何、いや左戻ろう、大丈夫コイン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 、これ右のとこ入れるんかな、行ってみていい。やっぱ入れねえ、ダメだ。うわ、どうすればいいんだろうここ。え、上に行くボタン、これ、あ、上に行けるね。あ、でこっちに行けばいい感じか。さっきわざわざやられんでよかったんだね。じゃあ次進もう。そんでここはオンオフをして一回ジャンプしよっか。なんかここ壊れそうな予感がするんだよな。こうどうなった今。じゃあここはオンオフしてすぐ右に行こっか。いやこっちで合ってるでしょ。いやあの金魚はマジ引っかからんやったね。あ、いや大丈夫大丈夫、いやちょっと待って、めっちゃ怖いめっちゃ怖い大丈夫かな、こっちで中間ポイント取れるよね。やった。で、またさっきと違うパターンなんか来るんじゃないの。いやこっちで合ってるので、ビビって上に逃げたけどこっちしかないもんね行き道。こっちで合ってるよね、やってるっぽい。ワンワンが右下いるね。誰もなんない、大丈夫。あ、なんか USA キノコを放しました。あの USA キノコを取る感じじゃないんかな、違う。あそこでこいつか。うわ、これさっきと違うパターンじゃないの、さっきの中間ポイントみたいにさ。うわ、大丈夫かな、一旦オンオフしてみるね。オンオフじゃねえ、叩いてみて。大丈夫大丈夫大丈夫、さっきと一緒やんか違えよ、言わせてくれよ。じゃあここはオンオフをして金魚を待っておこうか。金魚を待っておきますね。あれ金魚来ないね。あ、こうして、そしてUSA キノコ取る。で、ここで下で溜めてこう。よし。で、ここでも当たって上に行くか左に行くかだな。どうしようかな、一旦左行こっか。これ叩くね。じゃあ左のハテナ叩いたらダメだったんで、このまま一旦右行きます。右行って鍵手に入れれるパターンじゃないの、やっぱり。ほら左行ったら罠だったね。そしてそうでしょ、ちょっと待ってこっち違うの、ゴーバックって書いてる。あー、なるほど。ここで USA キノコを取ってもっかいあの左下のね扉に入らないけんっぽいね。なんでここで引き抜く、そんでこの扉に入る、こっちが正解でしょ。
何何大丈夫で、ここで上に行く感じ。よっしゃもう一回チビになって左、イエーイって感じ。もうね、中間ポイント2個使ってるからね、ゴールもそんな遠くはないと思うんだよね。ここはどうしよう、このオンオフして左上に逃げる。よし大丈夫大丈夫、でもう一回左上に逃げる。あ、こっちなんかあるね。このリートは関係ないのか。じゃあこのまま右下行って、ジャンプジャンプ。いや、こっち絶対ね隠しブロックあると思う。左はねでかいブラパが出てくると思うんで、右の方行ってブラパ倒します。なんでじゃあここ左でよかったんだろうね、きっと。なんもないやん。深読みしすぎたね。で、ここでリフトに乗って上に行く感じか。いやいや、なんで入れないの。え、今入れんかった。あ、いや入れたんだけど入りミスしたね。ありがてえ、これでゴールか。いや多分入れたんだろうけど、入るの僕がミスっちゃったんだよね。で、ゴールできたみたいな。はい、そして今日はね、どうせすぐ終わると思うんですけど、過去にクリアしたトロールコースをノーミスでクリアしてくださいっていう意見があったんですよ。なんでこのキングブリングさんのコースは全部僕してるんで、このコースをですねちょっとやっていきたいと思います。で、一回でもやられたらやめる。どうしようね、みんなこれやり直しししていいかな。もうちょっとなんか来いよ、なんかドキャン。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。